なので、最もベストとされる頑張り方は、無理せず毎日コツコツやる。一気にやらない。心を折らせない。諦めない。と、この言葉だけ頭に叩き込んでおいてもらえるといいのではないでしょうか。あなた、運がいいんだって。はい、こんにちは。占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日はこれを話さないといけないかという題材ですが、案外同じ内容をもらうんで言おうと思います。できる人からしたら自分でやれよと感じることかもしれませんが、そうでない人も多いんだなぁと最近の質問数から考え始めました。ズバリ、頑張り方がわかりませんというメッセージです。大人なんだから勝手に頑張れよと突っ込む方も多いでしょう。僕も対面で来る男性相談者にならそう言いそうですが、女性の方からケンケン先生のおかげでスピリチュアルを脱出できました。そこで資格試験などを頑張ろうと思うんですが、今までそういったものに頼り切っていたために、どのように頑張ればいいか分かりません、どうかご教授くださいという丁寧なメールもいただくんで、こちらも丁寧に返信するのが礼儀だなと我に返り、今動画を撮影しております。コメント読みはもう今したので飛ばします。皆さんのコメントをもとに動画を作成しておりますが、規約に反する動画はアップできません。 Twitter では主に簡単な風水、このチャンネルのお知らせなど、 Instagram では軽めの相談、質問などをストーリーで受け付けております。どれもフォローしていただけるとありがたいです。 LINE スタンプ、ケンケンショップ、姓名判断サイトもよろしくお願いします。というわけで本日は、何か今から頑張ろうと決心している方への動画となります。先ほどの方のように資格試験、趣味、スポーツ、音楽、ダイエットでも何でも構いませんが、そういった人がよく失敗してしまうケースを先に紹介して、ちゃんと成功に導く構成にしてあります。失敗談は僕の相談者さんや友人知人にネタになってもらっています。多くの視聴者さんの糧になるのなら、彼らの失敗はむしろ素晴らしいことです。では今日の項目です。項目1、友人 A のダイエット失敗談。項目2、友人 B の筋トレ失敗談。項目3、相談者 C のビジネス失敗談。項目4、彼らが陥った大きなミス。項目5、どのように頑張ればいいかの5項目で話していきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、友人 A のダイエット失敗談です。これはもうキンキンの話です。2021年に入ってからです。だいぶ年下の男の子なんですが、すぐに太るタイプらしいです。そんなにドカ食いをしているわけではないんですが、これは各々体質というものがあるから仕方のないことです。フードファイターの方みたいに、成人男性の平均5日分の食事を1食で食べてもガリガリの大食いの女の子とかいますよね。よく大食い選手権に出演されているような。それに対し、ちょっと食べただけですぐに脂肪に変わる人もいてます。代謝や運動量や生まれ持った体で性質もあるんで、そこは言っててもしょうがないですよね。で、その A 君は何かをやるとき SNS で猛烈にアピールします。低糖質の食事を Instagram のストーリーに投稿して、今日から俺は痩せるんだ、絶対に1ヶ月で丸キロ落としますというものを熱く語ります。項目4で話しますが、僕はもうこの時点で黄色信号が灯ってるなぁとすでに不安になっています。この SNS アピールというのは、周りの友人への俺はダイエットを始めたんだぞというだけで、有言実行を掲げて失敗したら恥ずかしいからやり続けようとするパターンならまだいいんですが、周囲への俺頑張ってるレプロモーションである人の方がほとんどなんですよね。それでも2、3日は毎食後 SNS ストーリー投稿が続きます。豆腐、野菜、プロテインドリンク、ささみ、もやしと誰もが思いつくようなダイエット食、低糖質メニューのオンパレードです。その写真とともにメッセージでは、低糖質なのに全然うまい、これなら一生鶏肉でいけるとの文字が並んでいます。もうこの辺で信号は黄色から赤色になっています。するとそこから翌日か翌々日の投稿ですね、やっちまったというメッセージとともにピザの写真がアップされておりました。まあ誰でも予想できる展開です。ちゃんとピザの写真もアップするところがまだ可愛らしいですよね。ダイエットではよくある3日坊主ならぬ4、5日坊主です。3日続いただけでもまだマシですかね。どの箇所でダメなのがスタートしていたんでしょうか。それは項目4でまとめて説明していきましょう。まだまだダメな例がありますから。では次の項目です。項目2、友人 B の筋トレ失敗談です。これはだいぶ前の話です。今はパーソナルトレーニングジムに通ってるんですが、6、7年くらい前ですかね、友人らとゴールドジムに通っていました。週に5日間ぐらいは行っていたと思います。で、僕らグループが行っていることを知った別の友人 B さんが、俺も行っていいということで、とある日に1日チケットを買ってやってきました。項目1の人と同じで、ダイエットプラス筋肉をつけたいという目的でジムに来ました。で、僕たちもともと行ってる組は週に5日も行ってるんで、鍛える部位を分けてやります。つまり今日は腕、明日は胸、明後日は足といったようにです。
しかしこれは B さんだけでなく、ジムにあまり行ったことのない人が初めて来た時あるあるなんですが、ジムの中にあるトレーニング器具すべてに手を出すんです。張り切りまくっているので、あれもこれもと手を出します。まさにこの時の B さんがそれでした。今後僕らグループとずっと一緒に通いたいと希望していたんで、あまりいろいろなものに手を出さない方がいいよと助言したんですが、聞く耳持たずでした。トレーニングを終えてみんなでプロテインバーでプロテインを飲み、どうだったと聞くと、楽しかったです。これなら続けられそうです。今後とも一緒によろしくお願いしますと声高らかに宣言して帰っていったんですが、その日を最後にもう B さんは僕らとジムに行くことはありませんでした。というのも、その日は元気に帰りましたが、次の日起きたら全身が筋肉痛で会社にも遅刻して行ったそうです。それから僕らも何度か誘いましたが、また時間があったら行かせてもらいますの返信があるだけで二度と姿を見ませんでしたが、ジム初心者あるあるです。気持ちはわからないでもないんですが。では次の項目です。項目3、相談者 C のビジネス失敗談です。これは数年前に来ていた男性の相談者さんです。それまで会社員をされていて、やっとお金が貯まったから独立しますと僕に言いに来たんですが、僕は辞めておいた方がいいよと告げましたが、がっつり無視して心配しないでください、今までの10倍働くんで万に一つも失敗はありませんと南の帝王で万田銀次郎も言っていましたが、その一つがあるから世の中面白いんです。 C さんは万に一つと語ってましたが、僕からしたら必ず失敗するだろうと考えていました。確かに C さんは自分が働いていた大手企業を辞めて10倍かどうかは知りませんが、働きまくっていました。決してサボっていたわけではありません。給料をもらっている時と違い、自分で会社を立ち上げたんで、それは何としても自分で稼がないといけません。使い古された言い方ではありますが、それこそ死に物狂いで働いていました。僕もその姿をきちんと見ていましたから。今日の議題とは別に、彼が失敗する理由が僕には分かっていた事実があって、プライバシー的に問題があるんで詳しくは語れませんが、もともといた会社と同じ業種で彼は起業しました。問題は彼がいた会社が大手すぎたということ。これが一つにあって、大手の場合は彼が適当に働いていてもその会社の看板があり、看板があるということは他の人からは安心があります。 C さんは悪い人間ではありません。きつい言い方をすると、お客さんは C さんを信用しているわけではなく、 C さんの後ろに見えている大企業の看板を信じて契約していたわけです。物事は C さんの思い通りにいかず、勤めていた時の何倍も働いていたでしょうが、生活も苦しくなり、それがたたり病気になり、作った会社もすぐに潰してしまいました。だから僕は止めたわけなんですが、それはね、仕事量を何倍も増やしたのに成果が下がると、気力も体力もモチベーションも下がっていきます。当然のことです。と、ここまで3名の方の失敗談を聞いてもらいました。それを踏まえて次の項目です。項目4、彼らが陥った大きなミスです。さて、シチュエーションの違う立場の3人のミス、わかりますでしょうか。答えは簡単、失敗理由は頑張りすぎです。これでミスる人がたくさんいるので気をつけてほしいんです。今日質問されました頑張り方、成功しやすい回答を今ここでするならば、頑張るときは頑張りすぎないという一見矛盾にも聞こえるこの文章です。意味は3名の例を挙げてきたんで、賢明な視聴者さんならばご理解いただけますよね。かなりの人が陥るミス、何かをやろうと決断したとき、我々人間のテンションはフルマックス状態になっています。そこでいきなり全速力でスタートするわけです。その気持ちは重要は重要なんですが、大きく間違えている真実、それは人生というのは短距離走ではなくマラソンなんです。車のレースで言うならばダカールラリー、項目1から3の人たちが行ったのはドラッグレースです。アメリカを発祥とする直線コース上で停止状態から発進し、ゴールまでの時間を競うモータースポーツ、全速力で 400m 走り切るレースです。長く走るレースにおいて一番トップスピードからスタートすれば、途中でガス欠にはなる、車は故障する、分かりきったことですよね。それゆえ賢い人間ほどスケジュールを立てて計画的に物事を進めます。そういった人間が成功しやすいんです。特に項目1の A さんはやっていることがダイエットです。何のために彼はダイエットを始めたのでしょうか。それは良いプロモーションをずっと保ち続けるためです。矢吹城とバンタム級のリングで戦うために減量する力石徹とは違います。そういった減量ならば一時的なことなので、こういったやり方もいいでしょう。健康には良くないでしょうが、体重規定がある競技では落とさないと失格になってしまうからしょうがないですよね。
レジェンドボディービルダーで有名な故マッスル北村氏が減量するために山に行って、そこから自宅までの100キロマラソンに挑戦して、途中足の爪が剥がれ、シューズの中が血でぐしょぐしょになるほど悲惨なありさまになりましたが、幸か不幸か爪の痛みのおかげで覚醒し、気絶することなく計120キロを15時間かけて走り抜き、14キロの減量に成功した事例がありますが、こういったようなエピソードは一般人には無縁の話です。別に1日に10キロ落とさないといけないことが我々の日常にはありません。1日2日だけいいプロモーションに見えたところでって話ですよ、そもそもが。では最後の項目は間違わない頑張り方です。項目5、どのように頑張ればいいかです。全項目までどういった人間が失敗しやすいかというのが分かってもらえたはずです。面白いですよね。頑張るための秘訣が頑張らないということなんですから。まあもちろん何もやらなかったらダメです。言葉をそのまま捉えてはいけません。やり方が重要で、僕がおすすめするのは、言い方は様々ではありますが、頑張る質、合理的、頭を使うという方法です。そして何よりも前述したマラソンが最もスポーツに置き換えると近いんで、要するには長期戦でという覚悟で向き合うべきなんです。いろんな頑張ることがありますから、一概には言いませんが、区切りのいいところで1年くらいを目処にしてみてはいかがでしょうか。項目2の彼、ゴールドジムに来た彼は、あれもこれもとほぼ全トレーニングマシンを合計3時間くらいやっていました。しかしそこから1日も来ることがなかったんで、ワーク時間は年3時間です。しかしジムに通って、そうですね、例えば1日30分でも構わないです。これは本当に。1日30分ですと月15時間かける12ヶ月で年間ワーク時間は180時間になります。しかも運動なんで日々続けることに意味がありますからね。結局張り切りすぎると損をするんです。項目3の彼、仕事でも結局は一緒。僕が止めたのに無理に退職したため給料もなくなるし、働きまくるしかありませんでした。まあそれでも結果お金がついてくればまだマシでしたが、世の中そううまくはいかずに、働けど働けど収入は減っていき、病気になり全く労働ができなくなってしまいました。しかし急に会社を辞めず、会社に勤務しながら空いた時間などで副業をしたり、会社の看板ではなく自分自身にお客さんをつけてから退職すれば、また流れは変わったかもしれません。頑張り方がわからないという質問をくれる方は、成功体験があまりない、そして何かをずっと継続してやるのが苦手な人が多いのではないでしょうか。よほどの運やラッキーがなかったら1日2日で結果が出ることなんてないんです。まさにことわざで言うところの継続は力なりです。私事で悪いのですが、僕も YouTube やり始めた数ヶ月は誰にも動画が全く見られない日々が続きました。別の動画やラジオでも話しましたが、正直何度も心が折れかけました。リアルにやめようかな、やってても無駄だよなと考える日も2日や3日じゃなかったです。でも続けてやることによって見てくれる人が増えてきて、コメントや他の SNS までフォローしてくれる人も現れ出しました。非常にありがたいことです。でもこれは僕がずっと続けた、継続した結果だと考えています。なので最もベストとされる頑張り方は、無理せず毎日コツコツやる、一気にやらない、心を折らせない、諦めないと、この言葉だけ頭に叩き込んでおいてもらえるといいのではないでしょうか。くれぐれも無理やりトップギアでスタートさせるのは危険ですのでおやめください。というわけで本日は、頑張る方法は頑張りすぎないを話しました。こんな風に何かの頑張り方から人生相談、占いの方法まで何でも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。よろしかったら高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。